こんにちは、精神科医の松崎です。精神診療プラチナマニュアルの、そして気分障害ハードブックの松崎朝樹です。うつ病と双極性障害、見分けるのは簡単なのか、診断は簡単なのか、このね、ガミー先生が書いた気分障害ハンドブックっていう本を解約したんだけども、この内容ね、同じではないけど、今回の話には結構関わってくる内容です。これは医療系の学生さんがテスト対策として見るにはあまり、点数には繋がってこないです。どっちかというと、臨床のために必要な話です。というわけで早速参りましょうか。本格的な精神医学をわかりやすく解説いたしましょう。気分障害といったらうつ病と双極性障害。この2つがメジャーどころです。このうつ病と双極性障害、見分けるのは簡単なのか、診断は簡単なのか、これが学生を対象に語るのであれば簡単です。うつ状態だけで苦しむのがうつ病で、双極性障害はうつ状態とそう状態、この2つを経験するものです。と言い切ってしまいます。しかし、実際の臨床となるとなかなか難しいところがあります。まず、軽いそうだと気づかないことも多いんです。調子いい時もあるんですよ。睡眠時間削って仕事や勉強に熱中できる時もあるんです。調子がいい期間はすごく忙しく動き回ってるんですよ。好調な時は気分いいんですけどね。そういう時にはもっと喋ってんですよ。自分に自信がある時もあるんだけどな。いろいろアイデアが思いついて始めるけど途中で鬱が始まって中途半端ではあるんですよ。ことじゃないって気づくでしょう。しかし、この内容は聞き出せば出てくるんであって、これが語られることはないです。双極性障害、67% が抑うつ状態で発症します。初めてうつ状態になった人は、うつ病か双極性障害かまずわかりません。双極1型、9.3% の期間をそうや軽装で過ごし、31.9% の期間を抑うつで過ごす。いわゆるそううつ病である双極1型、そううつってくるイメージだったかもしれませんが、そんなんでは実際ないということ。双極1型はそううつ病ではなく、言うならうつそううつ病ぐらいが程よい病名ってことになりますか。さらには双極2型ともなると 1.3% の期間を軽装とかで過ごし、50.3% の期間を抑うつで過ごすなんていう報告がございまして、まず軽装はそんな困らない症状ですよ。そしてほとんどが抑うつで困ってるんです。症状のほとんどは抑うつです。なので、双極2型はほぼうつ病ですよね、見た目。軽装状態は気分爽快で仕事もはかどり、自分で困らず語られないわけですよ。そうなるとまたまたわからない。というわけで、双極性障害、最初、7割近くが誤診されてたなんていう報告もあります。37% が単極性うつ病と誤診され、受診後、双極性障害の診断まで平均9年なんていう報告があるんです。10年とかいう報告もあります。というわけで、双極性障害、なかなか最初から診断にたどり着かないっていうのがずっと続いていた。さあ、双極性障害っていうのは 1% ほどの人とされてます。しかし、抑うつ状態の5割ほどが双極スペクトラム、難治性うつ病の6割ほどが双極とされていて、本当に双極と診断がつくのが一部であって、それ以外にたくさんの隠れ双極がいるかもしれない。双極性障害を双極性障害と気づけず、抗うつ薬を使う。そうすると何が起きるか。双極性障害に対する抗うつ薬、効くかもしくは効かないか、これは議論があるところです。抑うつが減らせる可能性は指摘はされてますが、抗うつ薬で治療しましょうっていうのはガイドライン上も一切推奨されていません。気分安定薬こそが重要であって、そこに抗うつ薬を乗せるかどうかぐらいの議論です。あとは、急速後退化や装填を抗うつ薬が招きうる。双極性障害っていうのは、この波を減らすのが治療のはずなのに、波が増える。悪化ですよ。あとは、うつ状態でいたのが抗うつ薬使用下で、ポーンとそう状態になってしまう。ということがあり得る。うつ病の人でなく、双極性障害の人に抗うつ薬を使うと自殺リスクが高まるんじゃないかという話もあったりして。というわけで、双極性障害を双極性障害と気づけずに抗うつ薬を使ったとき、大丈夫なのかな？これはいろいろ議論があるところなんです。双極性障害をきちんと見つけて気分安定薬を使用することが重要なんです。抑うつ状態が双極性障害であることを示す特徴としてはいろんな報告があります。ここに2つ並べましたけども、いくらかポイントを挙げておきましょう。双極性障害の家族歴があるうつ病は、今、うつしか経験してなくても、後に双極性障害であることが判明するかもしれないっていうか、すでにうつ状態の時点で双極性障害である可能性を考えるべき。発症年齢って、うつ病は平均年齢約30歳、双極性障害は約20歳で発症ってことになってくると、25歳未満など若年発症の抑うつ状態であれば、双極性障害の可能性をより高く考える必要があります。過去3回以上、うつを経験してきましたなんていう人だとか、この1年に2回うつを経験しましたみたいに繰り返す抑うつ状態は双極性障害の可能性を考えた方がいいでしょう。ただのうつの症状だけでなくて、そわそわとして落ち着かないだとか、そういう混合性うつ病の病状は双極性をより考えた方がいい。っていうかもう双極性障害と考えた方がいいでしょう。抗うつ薬を使ってそう状態になるとき、これは診断基準上はそう状態とはそう病エピソードとはカウントしないことにはなっていますが、抗うつ薬誘発性のそう状態も双極性障害を念頭に置いて考えるべきと言われています。妄想性うつ病、妄想を伴ううつ病がいたら、これはただのうつ病というよりは双極性障害の可能性を高く考えるべきとされています。うつ病らしい妄想、微小妄想ね、在業妄想、心筋妄想、貧困妄想なんていった妄想であっても、双極性障害の可能性をより高く考えるべきでしょう。抗うつ薬を使ってうつ病を治療しようとしているはずなのになかなか治らない。だとか、治ったと思ったのに、お薬を続けてるのにまた再発する。なんていう時、抗うつ薬でなかなか良くならない、もしくは効いても効果が失われる。そんな時には、あれ、うつ病じゃないんじゃない、双極性障害なんじゃないって考えるべきと言われています。うつ病に隠れる双極性障害の問題、そしてその見つけ方についてお話しいたしました。少しでも臨床の助けになったら幸いです。気分障害ハンドブックなんていう本がちょうどそれをかなり書いてる本です。精神診療プラチナマニュアルもよろしくお願いいたします。このチャンネル登録もよろしくお願いいたします。YouTube の方はよかったらベルマークの方の登録もお願いいたします。かな?というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch.